ィナンシャルタイムズは17日、スイスの金融大手 UBS が経営危機に陥ったクレディ・スイスの一部、または全ての事業の買収を検討していると報じました。クレディ・スイスは14日に過去の財務報告の内部管理に重大な弱点があったと認めて以降、株価が大幅に下落しています。